ハレルあれやんなっけなだそうだそうだタが思い出せないわあの派手ガの考察機 y o u ーよくしゃべる脚本のやつうわんだっけな無限まやかしだ 大島エソンキです高野ノミナです無限まやかしと映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に結り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます,お,ーす、えー、お題展売所第1回でございますおい ちょっと待って、ちょっと待って第一回だっけ？あれもう一個やった気がするけどな。前回特別編です。前回特別。グルメスペシャルです前回を。ねダブチロウさん、すまんすまんかったよ。俺が熱くなりすぎたよ。ダブチロ普通にただの高野プレゼン会だったんだよな。もっ申し訳ないね。いやちょっとね気を取り直して、えお題転売所というですね別のラジオやテレビや本などで、え有名人などがすでに論争していた議題についてですね、我々に同じ議題を投げ けててていいいいただ我我々が我々がななりのの独自の見解を述べてみようというと実験的なコーナーナでございます、はいえー。メールで募集していまして既にたくさんのメールが届いているんですけれども、はい、でちょっと似たような話なんだけどよりライトになるんじゃないかなっていうお題でお、えー、ちなみに前回のハライチさんのダブルチーズバーガー論争に関しては僕は本編あのリアルタイムで多分聞いてたんですけど、うん、これは「 聞いてないです。<ー>っていう状態でちょっとやってみようかなと思いまして。わかりました。えー、NHK ラジオ、またよし、こだま、むの、あとは寝るだけの時間。<ー>これ、あの、ピースのまたよしさんと、うん、えっと、サルゴリラっていう、キングオブコントこの間優勝したコンビのこだまさんという方と、パンサーの向井さんが、うん ルームシェアをしてたことがあるぐらい仲いい3人なんですよ。あ、そうなんだ。で、この3人が結構長年 NHK でやってるラジオで,、うん、で、それ僕聞く時もあるんですけど、全部聞いてるわけじゃなくて、この回はちょっと知らないです。で、2023年9月11日放送。あ、めっちゃ最近じゃん。あ、最近だ。キングオブコント撮る直前じゃないこれ多分。リスナーから送られたテーマで話し合い、ナンバーワンを決めるコーナー、うん、アトネルサミット内の話。うん、一生、 一つの野菜しか食べられなくなるとしたら、かっこ、調理自由ということで。三人の結果がメールの下の方になんかネタバレ、ネタバレにならないように配慮されて書いてあるんですけど。そ,それ見ます一旦見ないで考えます一旦見ないで見る一旦見ないでじゃあちょっと、一分ぐらい考えましょうか。うん、そうだね。えっとね、一生一つの野菜しか食べられなくなるとしたら、調理自由。なるほどね。あ俺は、うん パッと浮かんだのが調理自由ってところで玉ねぎだけどね。まあ、そうだよね。玉ねぎは無敵よ。無敵だよね。単体でも美味しいし。サラダにもなるし。他の料理にも入れられるし。煮込んだらスープになるし。うん、あとすべての料理のベースになるから。そうね。まあ栄養価考えるとちょっとわかんないけどね。栄養価も高いでしょ。そうだね。ビタミン何か知らんけども。うーん、でもまあ、なんかちょっと玉ねぎ、なんかお気に入った感もあるんだよな。なんか。そうね。果たしてね、 野菜として俺が玉ねぎを考えてるかって言ったら、ああなんか俺でその、すべての料理のベースとかにしちゃってる気がすんの。うん、でもなくなったら困るでしょ。なくなったら困るからこんなこと言ってるんだけど。じゃあ玉ねぎじゃないそう、だからね、お気に入りって感じもするんだけどね、意外と、ブロッコリーとかかもと思う。うん、ああ、まあ栄養価で言ったらそうなんだけど、うん、うまさもそうっすか あの、上手にやったらうまいあえ。レパートリーっていうかバリエーションも多いえっとね、意外と、くったくたになるまで煮込むとうまいあ<ー>あの。それでね、パスタにするとね、美味しい。え、その世界に玉ねぎはなくて大丈夫玉ねぎなくて大丈夫なんですよ。あ、本当にうん。なるほど。で、なんかその、野菜らしさ。強いな。あとさ、野菜と取った感が、<laughs> うん、玉ねぎで得られるかっていうと。確かに。っていうところで言うとさ、 うん、なんか、ブロッコリーって、野菜だっていう感じするじはい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 。青いしね。そう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 。苦味もあるしね。そうそうそう。添え物にもなるし、うん、で、野菜がそれしかないって考えるとだいや、そうだね。もはや、玉ねぎだけの世界は、<ー>もう、野菜がない。 という気持ちにすらなるんじゃないかっていう。玉ねぎだけでさ、うん、養殖を戦うのってさ、うん、玉ねぎ的にもしんどいと思うんですよ。ほ、うん、その玉ねぎが全部担えるかって言ったら、結局他の野菜ないことを背負わなきゃいけないことになると思うんですよ、玉ねぎも。あ、そう、だから、あの、彼には、うん、ベースというか、うん、その土台作りのやつだから、うん、選ばれやすいんだけど、うん その上には別のやつがいて初めて生きるやつとも言えるんだよね。だから玉ねぎをピンで残すのは僕はないな。ちょっとないかもって思うんだよ、うん。俺ないわ。うん、で、俺は僕和食メインなんで、あ<ー>。洋食諦めます。<ー>その世界になったら、<ー>ほぼね。玉ねぎがなくていいもので、玉ねぎ単体で成立してる料理ない気がするから、はい、洋食諦めて、うん、和食に必要な野菜で考えた方がいいかも。俺の場合。となると まあシソとか。シソシソここ一番でシソいやでもね、あのね、一個あるのが、野菜に特有の構成要素としては、やっぱね、苦味と食感なんだよ。そう。これは。あながち冗談じゃないよ、シソ。あながち冗談じゃないと思う。感じ強いし。他のものでは、なかなか満たせないんだよ、この苦味と食感っていうのにそう。やっぱ、シソは、 食感の意味ではちょっと怪しいところあるけど。あのザラザラしてるのいいよ。いや、ザラザラは、いや、食感ってさ、もっとさ、こうさ、パリッと。パリッとシャキッと。シャキッと。で確定でいいですかいや、きゅうりはちゃうねん。きゅうりは水なのよ。栄養素ほぼゼロというのが、ネットで有名になっているきゅうりでいいですかあと、あんま苦味もないし。だからそういう意味で。調理方法少ないね、きゅうりね。そう。あと、そういう意味でもブロッコリーは結構強い確かにな。でも、しそをあげる理由はちょっとわかる。しそはね、そうなんですよ。毒消し効果とかもあるし、 まあでもなそっか、ウガとかは。ちょっと待って、あのさ、だんだんボケてきてないかなョウガ食べてないですよ。ほんミョウガ食べたらボケるって言うけど。いや、あの、あ、逆だっけウガってどうだミョウガ食うとボケてくるってそうだよ。けわかんない。よねわけわかんないよね。いや、ちょっと待って。シソとかウガは、ハーブの部類に入れられるんじゃないか。薬味だもん。ね、あれは薬味の感情項目に入れられるんじゃないか。 <laughs> そういう話してるんじゃないでしょ、これ多分考えると。いや、そこは一旦だから、あの、脇道っぽいっていうか、その、脇役っぽいやつは、そっちに委ねて、うん、生きてる世界だと仮定するとしたら、さすがにもうちょいメインっぽい野菜の方がいいかもしれないなってえ。なんでさほ、和食メインだっていうならさ、ほうれん草、小松菜、大根が出てこないの、はい、大根だ 大根だ <laughs> 大根だ確定 <laughs> なんで急にどうしたいや、やっぱね、その加熱してる状態と生の状態で両方美味しいがイメージできないと僕厳しくて。<ー>で、味が変わってほしいんですよね。<ー>で、大根は生の時辛い。 煮ると甘いっていうので、玉ねぎ性が結構強く。強い。で、玉ねぎが他のものと一緒にプレイしてなんぼのところがちょっとあるとして、ああ大根はあんまないっていう。その、はあ、しかも、おろしで成立するし。おろしで成立するし、しかも、おろしを他のものにこう、うん、なんていうのかな、あの、ほらあ、あの、揚げ出し豆腐とかに、のおろしもあるし、あと何よりもね、これ最強だわ。うん、大根の葉っぱがある。<laughs> よし俺大根で。これ大根 <か>えずるくないいや、ちょっと待って、大根あるよ。いや、今話しながら思ったこれ。<laughs> はい。一挙両得だよ。割と和食ベースの生活にして、大根にするが俺のアンサーで、<うん S 2> 高野さんは洋食諦められるのか問題があるよ。いや、<うん S 1> でも洋食でも、大根はいけるぜ。<うん S 1> まあ、肉料理とかは、<うん S 1> だってあの、究極さ、ほら、 ポトフに株とか入ってたりするじゃん。ああ,ああいう発想で。アレンジ的に加えていけばいける。そうそうそう、大根とか入れられるし、はい、俺ブロッコリーだったら絶対大根だわって今思った。その、まあもちろんブロッコリーのその、なんかあの、栄養価とかは結構プラスな気がするけど、うん、大根は両方手に入るし、ね。葉っぱがあるの強いぞ。このわ葉っぱだ。思いついてないんじゃないのこれね。お三方。根菜プラス葉っぱって、 えこれちょっと抜いたんじゃないの抜いたかどうだどうですかお三方の答えを見てみます。うんはい、これあくまでメールのものですよ。はい、えー、またよしさん。玉ねぎ。あー、玉ねぎね。だ玉さん。白菜。あー、白菜。わかるわかる,分かる,分かるまあ好きなんでしょうね。多分鍋とか好きなんかな。で、えー、向井さん、パンさん向井さん。じゃがいも。じゃがいもね。じゃがいもあるかじゃがいもはちょっともう炭水化物だもんな。ねえ。 向井さん、ふざけたのかな途中まではじゃがいもが優勢と思われるも、リスナーは玉ねぎ推し多数話し合いの結果ナンバーワンは玉ねぎという結論だったらしいです。<ー>いや、大根上回ってる気がする。<laughs> 大根上回ってる気するぞ。ね、お腹にいいというのもありますし、そうだよね。お刺身とかにもつけられるし、ね、てか大体の料理に大根おろしが加わってて、うん。 嫌なことはないですよね。嫌なことないし、あとあの、甘い料理も、しょっぱい料理もいける。うん、うん、うん。っていうのもある。その甘く煮たやつとかもできるし。短冊に切ることもできるし。あ、そうそう。あと食感もね、うん。葉っぱもそうだし、シャキシャキもできるし。あと生でも食えるじゃん。そうね。そう、生でも食えれば、俺的にはかなりポイント高くて。うん、高い。大根は生で食えるし、うん。シソも生で食えるんだ。 いや、ちょっと、思想はやっぱり、ちょっとで思想汎用性表現。うん。ちょっと、タバコみたいなものとして見てる気がする。そうそう、<想>ちょっとね、やっぱり贅沢品だよ。やっぱり。酒とかタバコの部類で思想を見てる。俺の邪悪さに気づいたわ。<laughs> まあ、あとは、ただ、好きで言うと、うん、まあ絶対入んないとは思うんだけど、うん、単に好きで言うと、かぼちゃなんですよね。えー 意外、うん、なくなったら困るで言うと、俺はカボチャで、あ、そうなんだ。一番好きかも、野菜で言ったら。<ー>甘いじゃん、めっちゃ。ダントツで甘いじゃん。もう甘い。うん、シートぐらい甘いじゃん。お菓子じゃん。うん、っていうのがありがたいっていうか、スイーツに使える野菜が、いやでも贅沢だな。こんな世界の中でそんな話してる場合じゃないんだよ、うんね、そうだ,だからやっぱ大根ですよ。でも、カボチャ系のスイーツができなくなるんですよ、うん。はい。パンプキンケーキとか、パンプキンパイとかもなくなるって怖くないですか 怖いんだ。その好きなものの上位が削れるっていうのは多分俺そこなんですよ。そんなに好きなんだ好きなもの,のランキングじゃばーって頭から上位で考えていって、うん、で、そこに野菜が入ってるものが実現できなくなって、どんどんブンブンってこう暗くなっていくとしたら、の上で考える可能性もありますよ、説としては。ああ、なるほどね。で、カレー大好きな人だったら、人参玉ねぎ、ジャガイモ NG な場合、それでカレーは作れるかのシミュレーションをした方がいいですよね。 ああ。多分作れるじゃないですか、正直。まあまあまあ、なん、作れるよ。肉とスパイスで作れるじゃないですか。いや、ごめん。無理無理。玉ねぎは絶対に必要なの。<laughs> じゃあ、カレーを諦められるかどうかですよ、<laughs> 高野さんが。いや、カレーは、諦めるわ。あマジでいや,いや、諦められるかな。でもさ、野菜ってなったらもうね、死が待ってるから。まあね。もはや。栄養失調になっていくのが、そう。怖いからな。そう。そうじゃあ、 上位のパンプキンプリンは僕は諦めますわ。みたいな味のものはあるしな。そう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 。っていうことで。いや、結構これはいい答えいいんじゃないいい答え出た気がするよ。はい。え、次行くえ、次行ってみようよ。次行くって次。せっかく出して似たようなお題の。嬉しいな、なんかこういうの。はい。ラジオネームカッツンさん、福岡県。え、大島さん、高野さん、いつも楽しく拝聴しています。はい。え、転売したいお題は、爆笑問題さんがラジオでたびたび論争を繰り広げているメロン、桃論争です。ほう カウボーイでは古典のテーマとなっているお話ですが、うん、太田さんが好きなフルーツを田中さんに聞いた時に1位が桃2位がメロンと田中さんが答えたことに対し「うん、桃を1位にするやつが2位にメロンを選ぶわけがない」「お前がメロンを好きなのは世間の評価が高いからだ」「味が好きで評価しているわけではない」と太田さんが異議を唱えたことから始まった論争です。<laughs> えー、私はこの一連の話を聞いた時に腹を抱えて笑ったのですが、落ち着いて考えると人の価値観はどこで形成されてるかわからないなと思い始め、友人に対してどう思うか話し合ったりもしました。この件についてどう考えるかぜひ聞いてみたいです。ほぼダブルチーズバーガー論争じゃないかいやーでもほぼ同じに気がするんだけどな。どうかな、うん、いや、俺これね、ちょっとね、うん、急になんか身近に感じてさ、本当俺がね、うん、フルーツあんま進んで食べないのよ。 あらら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 ら。でも、桃大好きなの。桃うまいよな。うん。でもね、桃が好きっていうことって、うん。それ、おもんなくないおいおいふと気づいちゃったのよ。その視点入れてくんのマジいや、な、なんでかっていうと、え逆にだよ。うん。桃が嫌いって何っていう。ああ、わかった。わかるわかった。そのさ。 白米を好きっていうことの変さ、不思議さとかあるじゃん。はい、あと、好きな食べ物何って言って、はい、うん、お寿司、焼肉って言った。俺、小1の時からそういうこと言うやつ、マジで信用してる。<laughs> そ寿司と焼肉は食べ物の名前じゃなくて、システムの名前だからね <laughs> っていう。お前、卵の寿司と中トロ同じような好きさなのかっていうことですよね。<laughs> そんな1年生だったのっあ、こいつ信用できないなって思ってた。<laughs> それで言ったら俺ビュッフェですねって感じ <laughs> ビュッフです寿司と焼肉が OK なら俺ビュッフェです <laughs> 好きなトレモン怖いってもだから桃は、うん、もしかしたらそっちに片足突っ込んでじゃないかというなるほど自分だけが好きなものその世の中の好きさの平均と自分の差で考えるべきだっていうことですねそう,あそう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 わかりますって考えるとなんかねん桃を一位っていうのは、うんうん なんか、白いご飯1位みたいな。はいはい。ちょっとちゃぶ台返しじゃないけど、うん、何も答えてないにちょっと近いっていうところですよね。そんな気がすんだよな。じゃあさ、その、太田さんの説は、僕はめちゃくちゃだとは思うんです,ですけど、うん、その、太田さんが田中さんに持ってる疑念っていうのは、うん、それもあるってことですよね、多分ね。それもある気がすんのよの。万丈一致の桃を選ぶような人が、うんうん、でも、太田さんの議論で言うとさ、うん。 メロンの方が満場一致であるニュアンスだよね。メロンは、うん、あの、華やかってことだと思う。ああ、見た目というか値段とかも含めて。なんていうのかななんかさ、あのあ。出てくる場とかも含めてかななんていうのか例えば、これはすごい嫌でずるい例えするけどさ、好きね、女性芸能人はみたいな質問の時に、うん、これを言ったら好感度上がりそうだなっていう人を1番に上げておいて、2番には、華やかなトップ。 なんてちょっと例えば適切じゃなかったな。えっとねなんかね難しいんだよなそのだから分かったえっとなんか家庭的なものを家庭的で身近なものを1位と言っておき2位の方には華やかなアイドルみんなが憧れるみたいなものを置いとくってつまり桃とメロンをあげるってことは両方とも 別ルートで置きに行っているという。うん,うん。あ、わかった。じゃあ、うん、今だから傷つけ、傷つけないと思うから言うけど、うん、例えばじゃあ、AKB が全盛期だった時に、一番好きなの峯岸みなみさんです。二番目に好きなのは小島春菜さんですって言ってるみたいな感じあー、そう。高橋みなみさんとかか。 1位高みなさん。はいはいはいや。で、高みさんのこと嫌いな人が、AKB のファンの人でいるわけないじゃないですか。あ,あ、そう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 ,そう,そう,そう。で、1位高みな。俺は高みな絶対。みたいな言ってて、うん、2>, 2位で小じはるとか入れてきてんじゃねえかよ。みたいな感じ。ああ、そうそう。小じはるは小じはるで、うん、その、別に嫌いっていう人いないだろうし、うん、あの、みんなそりゃ可愛いって思うよってって。でも、そこで、うん、前田のあっちゃんに行かねえのかよ、みたいな。そうだよね。なんかその、とか、あと誰だ でも、高みなさんに変わる人がパッと思いつかないんだけど、うん、高みなラインの入れ方じゃないじゃんっていうか、1位2位のワンツーでバランス取ってるじゃんって感じっていうか、格好つけてる感じっていうそうそうそう、ちょっとそれが近いかもな、うん。すみません、AKB の例え俺あんま詳しくないんで、もしかしたら間違ってるかもしれないですけどこれも難しいんだけど、うん、なんかその、桃メロンっていう、並びそのものが、うん、好きなフルーツっていう質問に答えてないに等しいかもっていう。分解するとそんな気はするわ。なんかね、はい、俺も最近さ、本当 すまず、普段、あんまフルーツ食べない。うん、はい。でも、桃はめっちゃ食べるから桃が好きっていう自分が、果たして桃を好きって言っていいのかっていう、はいはいはい。感覚があって、うんうん。なんか、みんなが好きっていうようなもんだから。な,ううな,からなるほど。それは外側から見たときに、AKB の中で、前田敦子だけ可愛いよねって言ってるおっさんみたいなことってことですか、ね、ああ、そう、その可能性もあるんだよな、っていう。 いずれにしろ、田中さんの、そういうとこあるなーの部分がどんどん浮かび上がってきた気がする。あ、そうなんだ。俺はあんまり詳しくないけど。あそうなんだ。なんか、そういうところはちょっとある気がする上で言うと。だからそうだね、桃メロンって甘いじゃないですか、結構。あ、そうそうそう。で、しかも結構果肉がしっかりしてて、水っぽくないから、そりゃみんな好きでしょっていう感じもあると思ってて。で、僕の果物、僕果物大好きなんですよ。あ、そうなんだ。基本も果物毎日食べるし、果物。 普通に、こんな何もない家でも、みかんとかバナナとかは結構常に買ってあったりするんですけど。じゃあ、美味しい果物を渡すと喜ぶんですね。あ、そうそうそう、そうそう。そうなんだあ、その普段自分が食べるものがあんま健康的じゃないっていうか、だからこそ果物食べると栄養を取ってる感じがするっていうのもあるし、ね、甘いもの好きだしっていうのもいろいろあるんですけど、うん、僕の中のジャッジで、水分が多すぎる果物は、ちょっとわざわざ上位には入れないっていうのがあって、<ん>結構水じゃんってなると、 果物の固有性が低いっていうか、なんか、ちょっとね、<laughs> いや、すごい嫌な言い方すると、ちょっと、損してる気持ちになる。だ <laughs> から、スイカメロンで言ったら僕は圧倒的にメロンなんですよ。なるほどね。スイカを好き好んで食べることは僕は基本的にない。へだ<ー>から、その合宿とかで、2日目の夜スイカ、3日目の夜メロンっていう混てが、なんかよくあったんですけど、<ー>それを事前に察知して、スイカ大好きなやつにスイカを先にあげて、翌日メロンをもらうっていうことを、 へえずっとやってました。最初から 5, 5年間ぐらいずっとやってたんですけど、<laughs> そのぐらい、成果は損だな、みたいな感覚が、子供の時からちょっとあって。<laughs> それはそれですごい感覚だ。<laughs> で、あとは水っぽい。あ、だから葡萄とかもね、ちょっとね、水っぽすぎる、僕的には。えー、コスパ悪いってことっていうかね、 水はだって飲むじゃんって思う,てうか。<laughs> もう、ちょっと、それ、すごいこと言ってるよ、ずっとなんか <laughs>。で、あとは甘さね。<laughs> 甘さね。その酸味はそんなに求めてなくて。<laughs> あ、そうなんだ。だから柑橘は、まあ、栄養として食べるときはあるけど、美味しいと思って食べてることはあんまなくて。<laughs> だから、とにかく甘くて、とにかく身がぎっしりしてるものが好き。<laughs> へー。っていうことで考えると、これ僕は本当にもう、何歳かな。<laughs> 6歳ぐらいからずっと考えてて、うん、結論が変わらないんですけど、うん、何だと思います ?1 位。マンゴー。あー、めっちゃ好き。ごめん、俺が好きなの言ったのもある。<laughs> でもかなり上位。ああそう。マンゴーとか柿とかはかなり上位で、<ー> 1>, ただ1位は、うん、1> バナナですね。はい,はいはいはい。バナナは圧倒的に甘くて、圧倒的に水分の無駄がない。 <laughs> っていう、いいその、食べてる感はいはいはい。ね、甘い、甘い飯を食ってる俺はっていう幸せ感がすごくて、<laughs> はい、みたいな、先行基準が自分の中にかなり厳しくあって、果物。うん、ロジックは合ってないと思うよ。うん、めちゃくちゃなこと言ってると思うけど、うん。いや、でも、好きってそういうことじゃん。そうね。うん、まあ、あと安いっていうのもある。安いっていうのもあるよね。安くて、こんなにバナナ食べていいのかっていう幸せもあるし、<laughs> っていうことで言うと、田中さんのそのメロン桃ワンツーフィニッシュモモ桃メロンワンツーフィニッシュには、先行基準がない感じがするんだよね。そんな気する。あとさ、なんか、そうなんだよ。そう、わかるわかる。そうそうそう。そ感じ。わかだから自分が、あの、メロ、桃が好きっていうのを最近大声で言えなくなったのそこもあんのよ。まあ、どんと言っていいと思うけどね。でもさ。でも2位が試されてるね。そうなってくると。2位がね。2位なんですかだから2位がマンゴーになるのよ。 あ、じゃあいいんじゃないですか。いい似てるじゃん。そう、似てんのよ。位置が。そう、位置は似てるかな。で、あの、マンゴーの方が、ちょっと癖あるよね。てかさ、マンゴー1位じゃねってなりませんそれだと。太田さんに言われますよ、それだったら。マンゴー1位だろ、絶対。じゃあって言われますよ。マンゴー1位だわ。弱いないや、マンゴー、いや、マンゴー1位だわ。あの、最近、その思ったのは、でも。 マンゴー1。うん、1> 桃が好きっていうことに疑問を抱いてるだけで。だからそれで言うと俺、俺、うん、桃を2位に入れるのも大丈夫かなって思ってるって。そうやって、どん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 下がっていくんですよね、多分ね。多分、桃の地位というか、じゃないけど。あとさ、あの、バナナはさ、うん あの好きじゃない人ちゃんともおるじゃんそうなのよそこ大事だよねだからこそ俺は好きだって言い張るしだよねあと異常な量バナナ食べてるっていう自負もあるからまあ本当にこれ言うと引かれると思うんだけど、うん、結構1日1房ぐらい食べるんですよ僕バナナマジ <laughs> <ス>で <laughs> そう1日の1食はバナナなんですよ僕嘘しいいね いや、健康じゃんそれは。そう、それで、消化とかもめちゃくちゃいい。その、便通<ー>で悩んだこと、もう記憶にある限り僕ほぼないんですけど。これさ、結構さ、あの、はい、大島さんってどうやって生命活動を維持して,きしてるんだろうって、思ってたけど、はいはい、それだわえ、そう、朝1時間でバナナを一房食べているんですけど、なんかメールとか返したりしながら、うん、まず手もあんま汚れないし、 あれってさ、あんなに人間に都合のいい食べ物ないよね僕ね、バナナに詳しいんですけど、うん、あれはもう涙ぐましい品種改良の結果なんですよ。そうなのそうなんですよ。え元々の原産の最初のバナナは、もう本当に、もう何て言うのかな、何に似てるかな、ウリみたいな感じです。 えぇ糖丸とかみたいな感じでパカって半分に割って食べるやつなんですけど。そうなのそれがあんなに食べやすい工業製品みたいにされているのにもかかわらず、今のジャングルのイラストとかにもバナナが馴染むっていう、あれはでも嘘なんですよ。<laughs> ジャングルとかに本当にぶら下がっているわけではない。そうなんだ。それは食べやすいよなっていう気もするし。<laughs> しかも本当に好きなんだね、バナナ。バナナ好き、うん、<laughs> 伝わるわ。そうなんですよ。うん、だからその点で言っても。うん。 桃って、嫌いな理由見つけにくくないそうだよね。ちょうどいいもんな。あざといもんな、桃って。あざといもんなって。なりさ、なんか、嫌いって人あんまあったことない。それで言うとさ、ちょっとよりずるいのはさ、俺、梨1位ってちょっとずるいと思うんですよ。梨ってマジでせこくて、なんかリンゴの上位互換みたいな変なポジション取ってるじゃないですか。ちょっとわかるかもな。なんか、今日はリンゴかとか、今日はリンゴか今日はリンゴか 梨だみたいな。ああ <laughs>、ちょっとわかっちゃうな。ね、その家でも、給食でも、何でもいいですけど、うん、リンゴか、まあまあ、リンゴか、まあまあ、梨だみたいな、リンゴを振りにしてるところがあると思うんですよ、梨って。うあわかるなー。だから俺桃よりずるいのは梨なんじゃないかなと思ってるんですけど、<laughs> 梨好きはリンゴを踏み台にしてるからってちょっと思う。 <laughs> 枠が似すぎてるっていう <laughs>。美味しいよ、美味しいよ。美味しい,いしいよ、僕も桃も梨もかなり上位だけど、まあでも柿マジ甘いからな柿は、うん、あのね、うん、誇っていいよ。ね、柿は苦手な人の方が多いもん。確かに。うん、あと柿のいいところは2段階あるっていうね、干し柿も、干し柿の方が甘いっていうところですね。 はい。<laughs> そこ、そこまでいくとも果物とカウントしていいのかっていう。<laughs> まあ確かにね。お菓子だからな、うん、あれは。もう干し茸は調理してるからな、らね、あれは。いや、柿のあといいところは、種でかいっていうところですね。な、うんで嬉しいの一回で済む。ああ、食いやすいと、ね。口の中でポンって出すのは一回で済むっていうところは、あ<ー>種あるなら、種でかいか、うん、少ないかであってほしいっていう。ああ<ー>それでスイカのポイントが僕はちょっと低いっていう。なるほどね。メロンは一箇所にこうザーってあるし。あ、食いやすい、ね。なんか、基準が、 基準がない、こう、順位付けは、文句言われてもしょうがないっていうのは、ちょっと今回ので分かった気がする。ちょっと分かった気がするね。うん、でも、それに、文句つけるの野望な感じも含めて、突っ込まれるんだろうね。うん、その太田さんには、ね。コンビだなって感じですね。コンビだなって感じだよね。うん、だから、普段だったら、桃が好きで2番目がメロンって言っても、もう、 100ある日常会話のうち100で波風なんて立たないよ。でも太田さんだけは立てるんだよ。そうだよ。うん、意地悪だから。田中さんのことが好きで嫌いだから。<laughs> そういうことだよね。そういうことです。で、なんかその片輪がなんか見えた気がした。俺もちょうどね、似たようなね、なんかその,のざわつきを、うんうん、桃が好きと胸を張っていけない自分で感じだったから。かじなじゃあ今日からマンゴーが1位 1>、うん。今日からマンゴーが1位って言うわ。2>, 2位は何ですか結局。<laughs> 桃ってて言わせてよああまあいいいんじゃないですかここは桃で生かせて。2位に高みな前田敦子入れる人は、うん、なんか良心的な感じがする。<laughs> 良心的な感じする。いいやつと思われようとしてない感じはする。あ、そうそうそう,そう。うん、確かに。 桃一位にすると、うん、いいやつと思われようとしてる感は、すごいわかるわ。<laughs> そう。そうねお。俺そういうやつになろうとしてんのかもっていう。バナナ柿は、バナナ,、うん、バナ,ナって言って、一瞬馬鹿にされるんですよ。ああ、うん、そう、そなわけねえじゃん、うん、みたいな。うん、そこから戦う、パッションが俺にはあるから。<laughs> 戦う別に戦わったって。<laughs> いや、この論争、そう、論争って言うけど、もう、牧歌的な話じゃないの、これ。一方的に大田さんが言ってるだけだな。<laughs> それなんでファイティングスタイル <laughs> 近いのよあなた。ねそれで非難されたことなんて思い出せば一回もない,い <laughs> ないでしょ <laughs> じゃあ皆さんの、はいえー、一生野菜一つしか食べられなくなるとしたら何かというのと、はい、好きなフルーツのワンツーフィニッシュ1位、はい、2位を。 コメント欄で教えてくださいいいでねよかったちょっとの本当に第1回で盛大にちょっと転んだ自覚がいや転んではないけど別物になってしまった感じがあったんでいやよかったよかったシンプルな問いの方がいいねだからそうだねシンプルなんか子供みたいな問いの方がいいかもしれないけどんかちょいちょい来てたメールだと大人ならではの悩みとかもあったりしたんでまあいろいろ試してやっていきたいと思います引き続きお題転売所へのメールをよろしくお願いしますよろししくお願います無限前 以上大島康幸でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ雑談会のリストに格納しておくので、はいえー、コーナーも雑談会のところにまとめるでいいですか？ーコーナーでまとめなくていいですよね。ねまだね。いいんじゃないでしょうか？コーナーがめっちゃ続いたらコーナーの再生リストを作ります。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。